エナショートムービー実行委員会松井由紀です。同じく実行委員の米澄希です。はい、この番組はエナデミー賞並びにエナショートムービーコンテストにご応募いただいた動画を視聴者の皆さんにご紹介する番組です。というわけで今回もショートムービーをご覧いただき、ショートムービーじゃないエナデミー賞をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでいよいよ8月に入りましたね。8月に入っちゃいましたね。はい、世間では夏休みですね。夏休みですね。私たちのショートムービーコンテストは、9月末が一応作品の締め切りになっているんですけれどもね、皆様もう間もなくですね。残り2ヶ月です。あ、2ヶ月しかない。2ヶ月しかないので、ぜひ皆さん今もうどの作品作ってるとしたらどのぐらいなんですかね。そうですね、どれぐらいまでもう編集はしてると思うんですけどはい、皆さん、はい、そうですね、まだ編集に取り掛かれていない方でも、まだこれからスタートできる方でもまだ2ヶ月あるので、なんとか間に合うかなと。もう最悪で1週間くらいあればね、頑張れば気合でいけますので。はい、ということで、今回も、動画を1本見ていただきたいと思います。今回の動画は、まあ、見てのお楽しみ。そういうことです、まあ、見てのお楽しみですよね、はい、うん、では行ってみましょう。それでは VTR スタート。なるほどなるほどなるほど、うん、って言ってるんですけど、これは岐阜の長良川の鵜飼なんですね。すごいですね、はい、一体誰が撮ってきたんだろうか。でしょう、ね、何を隠そう、ね、僕が撮ってきた動画ですらしいですよ。松井が、我らの松井が撮ってきたみたいなんですけれども、はい、この動画ですね、実はこの、うん、最近のスマートフォンで撮ってきた、はい、あの動画なんですけど、うん、ちょっと撮るポイントが2点ありまして、うん、1個がですね、見てもらったと思うんですけど、絵が全然ブレてなかったかなと思うんですけど、ブレてなかったかな、どうだったかな、どうだったね、はい、はい、ブレてなかったと思います、ですね、あんまり、はいはい、船の縁とかにこうやって、うん、固定させることによって映像が安定したりとか、うん、そういうことがありますので、うん、手持ちで撮るより置いてっていうところを実践してもらうとブレない絵になるかなと。安定するんですね、はい、ワンポイントですね。もうワンポイントあるんですけど、うんうん、どういったとこか分かりました？暗い中で綺麗に映ってたかな。あ、さすがさすが小梅さんですよ ね、 ですよね、はい、明るいものがボンってあったりすると、うん、その周りがどうしても暗くなっちゃうんですよね。難しいですよね、夜の撮影って本当に。はい、で、ここ最近ですね、スマートフォンも能力が上がってきまして、高感度っていうんですけど、うん、感度が高いと周りの暗い部分も綺麗に撮れるっていったもの、うん、機能などもありますので、そういった機能をうまいこと使うと、ああやって綺麗に鵜飼の鵜匠さんも一緒に撮れてるし、火もしっかりと綺麗に撮れてるしって言ったような絵になるんですね。なるほど、はい、今回この後にですね、うん、デミー賞の後にまた映画塾っていう、誰でも気軽にその映画動画のね作りを学べるっていうコーナーが6月から放送されているんですけれども、そこにまた我らまた我ら出てきますので、はい、そちらもね、はい、また参考にしていただいてね、動画の方を投稿していただけたら大変幸いでございますので、はい、皆様よろしくお願いいたします。ではバイバーイ、バイバーイ。はい、では、第3回目の映画塾、はい、私松井です、よろしくお願いします。はい、今回第3回目は、撮影編の方、はい、進めていきたいと思います。はい、まず撮影編なんですけど、機材を準備いただくところから、はい、話を進めていきたいと思います。
はい、撮影の機材なんですけど、まずこちらのような一般的なカメラですね、ビデオカメラですね、をお使いいただくか、ビデオカメラがない場合は、最近こういったスマートフォンでも十分映像の方を撮影できますので、こちらをお使いいただければと思います。はい、その他の機材といたしまして、こういった音を確認するためのヘッドホン、そしてヘッドホンがない場合はイヤホンでも大丈夫ですよ。はい、そして、こちらに置いてあるんですけども、三脚がもし終わりであればこちらの方をご準備いただければと思います。はい、でまず、機材の準備の方ができたら、続いて撮影をする場所の方、我々、ロケーションハンティングというんですけど、実際に撮影する場所の方の、はい、ご準備をいただきたいなと思います。まあ、許可を取るとか、周りの安全を確認するとか、はい、そちらの方をしていただければと思います。はい、まあ、こちらの方のご準備ができましたら、続いて、撮影の方に入っていくんですけども、これから私、3つの撮影のポイント、重要なポイントを3つだけ、はい、ご説明します。はい、まずカメラセッティングできましたら、撮影をする前に、1つ目のポイントなんですけど、映像を実際に目で見て確認してください。はい、これなんでかっていうと、レンズにキャップがついてたりですとか、その場の映像が自分に合ってない、思ったものとちょっと違うとかいうのは、目で見ないとやっぱし確認できませんので、目でまず映像を確認する、これ1個目のポイントですね。はい、で次、映像の確認ができましたら、先ほど準備してくださいといったヘッドホンもしくはイヤホンですね、を使ってその場所の音を実際に聞いてください。はい、これなんでかっていうと、映像が実際に撮影できていても音が入ってないってことがよくあるんですね。なので音を実際に確認してください。はい、で最後、3つ目のポイントになるんですけども、これ一番重要です。はい、映像の確認しました、音の確認しました、はい、3つ目、実はレックボタンを押す、これ重要なポイントです。はい、なんでかっていうと、実際いい演技をしたり、はい、いい映像を撮れてたと しますね、レックボタンを押してないと実際に録画されてません。はい、なのでこのレックボタン、録画ボタンですね、を絶対に押していただく、はい、ってことを忘れない、こちらの3つのポイントをしっかり押さえていただきたいなと思います。はい、で続いて、テクニックを2つだけ、はい、ご説明したいと思います。はい、先ほど説明しましたが、このまま撮ると、はい、実は手ブレっていうのが起こってるんですよね。はい、比較の映像をちょっとご覧いただきたいと思いますけど、はい、こんだけブレるんですね、気づいてないところでブレるんです。はい、それをしないためにこちらのですね、はい、三脚にカメラをつけて撮影する、こうすることによって、はい、手ブレっていうのはなくなりますので、はい、全然安定した映像が撮れるかと思いますので、できるだけ三脚をお持ちの方はお使いいただければと思います。はい、次、三脚がどうしてもないよとか、三脚が使えない場所で撮影する場合、のポイント、テクニックを一つ説明したいと思います。はい、カメラで、まあ、この記者の被写体を撮る場合、カメラってズームアップ機能がついてるんですけども、遠いところからズームアップしてその被写体を撮る方がいいか、実際にカメラを寄っていって撮る方がいいか、はい、2つあるんですけども、どちらがいいと思いますかね。はい、実は後で説明した通り、カメラに寄った方がいいんですね。なんでかって言いますと、ズームアップするとその分だけ、はい、手ブレっていうのは増えます、倍増するんですね。なのでできるだけ手持ちで撮影する場合は被写体に近づくってことを、はい、していただければなと思います。はい、こちらの3つのポイントと2つのテクニックを使いながら、皆さんいい映像を、はい、撮って作品を応募いただければと思います。はい、では、次回ですね、次回は編集編の方を、はい、説明していきたいと思いますので、また次回まで。バイバイ。ぜひ見てね。